近づくな、撃つぞ。やめろ、その子に罪はないだろう。俺のしたことが、俺はな、突然会社をクビになって、だからこいつも突然死んでもらうんじゃ。会社をクビになった、それが何だっつんだ。俺も中学の時野球部クビになったよ。それでラグビー部入ったんだ。そしたら俺ラグビー向いてたみたいで、すぐレギュラーになれたよ。わかるだろ、嫌なことがあったからって八つ当たりしても何にも始まらないんだ。お前をクビにした社長さん、今頃喜んでるかもよ。こんなやつクビにしてよかったって。それでいいのかよ、もったいないやつクビにしたって。そう思わせろよ。さあそっち行っていいか。待て、近づくな。ピストルとか持ってねえろ。何も持ってない。ほらどうだ、そっち行っていいか。ズボンに入ってんちゃうか。何も入ってない。ほら入ってないだろ。そっち行っていいか。信用できん。信用できないってパンツ言っちゃうだろ。うぜ仕方がないな。もうダメ、ひかちゃん言っちゃダメ。すみれさん、私が決めるわ。どうしよう、ダメダメよ。テレビに映ってるんでしょ。もしあれが映ったらどうするの。仲間が撃たれたんだ。使い物にならなければ補充すればいいじゃない。室井さん聞こえるか。聞いてるぞ川島。あんた言ったよな、偉くなってパンツ脱げるようにしてくれるって。川島にパンツを脱ぐ許可を出せ。ダメよ、私の責任になるわ。責任は俺が取る。本部長は私よ。いつまでやってるんだ。パンツは会議室で脱ぐんじゃない、現場で脱ぐんだ。所轄のパンツなんてどうでもいいのよ。川島、ボールってどうだ。大きめのボールなら隠せるだろう。声か、室井さん。そうだ、脱ぐ前にパンツのままやりなさい。出たかどうか見てるから。所轄の意地見せてやるよ。どうだ、見えてたわ。川島、どうしてもドリブルはやめられんか。こんなボールじゃ無理だ。こんなボールじゃ俺のレインボーブリッジは封鎖できない。ねえ、棒は、棒はどうなの。太めの、太めの棒でどうなの。これだな、所轄の意地見せてやるよ。川島、どうしても回転は抑えられんか。あなた隠す気ないでしょ。こんな棒じゃ俺のレインボーブリッジは封鎖できない。所轄の意地見せてやるよ。
思ってないだろう。よく見るんだ。思ってない。思ってないぞ。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 はい。よし。いるんだ。何も思ってないだろう。練習した3日はい、あ行けるか、それ落ち着け、まだ行けるぞ、取り戻せる、取り戻せるぞ、来た来た来たぞ来てないか、3、3、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、69、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、